皆さんおはようございます。今日はですね、大腸カメラ当日なんですけど、これから1.5リットルの下剤を4時間以上にかけて飲み続けます。モビプレップってね、これ下剤なんですけど、中身こうなってて、この白いの全部下剤です。おっかないね。これを水道水で調合して下剤を作っていく。で、これをひたすら、コップに注いで飲むっていうね。取れたらですけどね、その大腸カメラの様子も撮影していけたらなと思います。じゃあ、この過敏性腸症候群を治すために今日は戦いますよ。完成しました。これが1.5じゃないね、2リッターの下剤。これを飲んでいく。はい、ではいただきます。味はついてる。梅っぽい味がする。味はついてるけどいい気分はしないですね。おはようございます。もう何もしたくない。日中下剤飲むことしかやることがない。本当はちょっと外歩いて気晴らしでもしたいんですけど、なんせトイレ出ちゃうからね、そんな出れないんですよね。寝たい。もう無気力。もうどんどん無気力になっていく。飲めば飲むほど。でもあと1時間後ぐらいでもう出るんで、ちょっと追い込んで下剤飲んでいきますね。痛い痛い。ダメダメダメ。大会前の水抜きにはすごくいいのかな、この下剤。もうやだやだやだ。結局トイレは3時間ぐらいで10回は行ったかな。もう体の中何もない、入ってないです。じゃあ優しく優しく大腸カメラやってください。検査着に着替えて、点滴打って、鎮静剤だったり眠る薬打って、お尻の穴にね管入れるんですけど、多分これね撮影できねえわ。正直写真くらい撮りたかったなと思ったんですけど、厳しそうだな。くっそー、ごめんね、すいません。本当に写真くらい撮りたかったわ。ということで無事施術が終わりました。時間にして10分から15分ぐらいなのかな。寝ることもなく、普通に看護師さんの方々と会話もできて、本当にねリラックスして受けることができました。痛さもね全くないんですよ。本当に 1.5 メーターも管入ってんのかなって感じなんですけど、あとしゃっくりが止まんないね。これは多分なんか副作用かもしれないけど、とりあえず施術終わったんで1時間ぐらいはねちょっと横になって、その体力の回復というか、もうちょっと待つみたいです。ツイッターでもいじってようかな。僕用意周到なんで、家帰ってきたらすぐご飯が食べれるようにしてありました。やっと一食目です。今日からてか今から普通に食べれる。やったね。今日の大腸カメラの結果はね、皆さんにお伝えしたいなと思うんですけども、結果はですね、綺麗な健康的な大腸をしていました。下痢は出るんですけども、その下痢を抑えるための薬っていうのも新たにもらいまして、それを飲みながらの療養生活っていうのかな。それで完治を目指していきます。トレーニングも普通にやっていいし、特になんか制限されることはないかな。記念としてねもらったものがあって、これですね。見たくない方はちょっとスキップしてください。20秒ぐらい。僕の大腸の中の写真ですね。本当に綺麗なんだろうなって思うんですけど、はい、どれがどうのどこの写真だかちょっとわかんないんだけど、綺麗なね、なんかポリープっていうものも本当に何もなく、本当に綺麗な色をしていましたということですね。ちょっとこれ思い出として僕は大切に撮っておこうかなと思います。ということで、今日ねジムどうしようかなと思ってるんですけど、とりあえず何も食ってなかったのと、あと普通に眠くなる薬とか打たれちゃってるんで、ちょっとこれから横になって起きた時にちょっと考えます。はい、じゃあ皆さんご心配おかけしました。またね、大会に向かって歩みを進めることができます。頑張ります。
今日は休もうかなって前から思ってたんだけど、ちょっともう我慢できないんでジム行きます。やりたいです、トレーニング。買い出しです。看板変わったな、最近。トゥ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 。あ、渋に今日も腰の調子良さそうですね。あ、ゆっくりになった。これはゆっくりで動かしているのではありません。え、なんだって。早すぎてゆっくりに見えるので。お、セクシーですね。カメラのレンズが割れてちょっと見えにくいけど、遅くなっちゃったけどジムに来ただけ偉いよ。お疲れ様。今日は俺、家まだあと少しなのにトイレが早く良くなってくれ。あ、僕ね、本当に感謝しなきゃいけないことがありまして、いつもね TikTok ライブだったりインスタライブをよくするんですけど、その背景にマリオ眼科っていうね、こういう垂れ幕をねかけて僕ライブしてるんですね。これはまあ TikTok ライブで僕のことをものすごく支援してくださった森山先生っていうこのクリニックの先生の代表の方がいらっしゃるんですけど、その方がですね、今回悩んでいる僕のことを気遣ってくれてですね、大倉山メディカルクリニックという病院を紹介してくださったんです。その森山先生とは1回2丁目でもねお会いして、一緒にお酒を飲んだ仲って言ったら失礼なんですけど、面識はあるんですけども、僕が1ヶ月前からずっと下してて苦しんでいるのを彼はすごく心配してくださってたんですよね。僕の家の近くにもそういうかかりつけの病院はあるんですけども、1ヶ月以上経って治ることがなく、まあ、僕もずっと悩んでいたんですよ。お腹の病気、胃腸の病気っていうのは、まあ、いろんなものがたくさん考えられるんで、可能性が高いものを一つ一つ潰していく必要があるんですね。なのでとりあえず胃腸炎ではないで、お腹の風邪でもないっていうところまでは分かっていたんですけども、その大倉山メディカルクリニックさんを森山先生が紹介してくださって、今回大腸カメラする流れとなったんですね。でそこで過敏性腸症候群ではないかということも診断していただいて、これから薬をね飲んで療法していくんですけども、本当に森山先生のご紹介がなければ、本当にもしかしたら僕ずっとこれ苦しんでたかもしれないですよね。だからそのマリオ眼科の森山先生には本当に感謝しています。お腹の病気ってすごく怖いしさ、だからこうやって安心できるのも森山先生のおかげだし、動画をね撮り続けていろんな人に発信し続ける、こういうことができるのも森山先生のおかげと言っても過言ではない。もうこのまま不安を抱えつつ撮影なんてもうねやってられないしね、うん、だから本当に感謝しています。今後のコンテンツ作成、あと大会に向けての調整頑張ります。ここまでねやっていただいて、助けていただいて、大会やっぱ出れませんでしたなんて、そんなの許されないんですよ。どんな状態であろうと、まずは神奈川選手権出て元気なところを見せたいなと思いました。ということで、マリオ眼科の森山先生、あと大倉山メディカルクリニックの山本先生、大腸カメラやってくださった先生、本当にありがとうございます。頑張ります。美しい牛丼。はい、ということでお疲れ様でした。今日はですね、人生で初めての大腸カメラを経験したんですけども、大腸カメラ自体はきつくないんですよ。ただその大腸カメラをするための下準備がめちゃくちゃきつい。下剤2リットルは根を上げる人めちゃくちゃいると思う。あれはきついね。まあありゃもう飲みたくないね。で、まあまだ下痢は続いてます。途中の経過を見つつ、まあ病院にも通いつつって感じだと思うので、本当に早くなってほしい。はい、ご心配おかけしました。今日はこんな感じで寝ます。全然寝れないけど、明日死に物狂いで起きるんで、また明日ショートムービー頑張ってきます。はい、じゃあ寝ます。おやすみ。